2024年8月12日、香港の東方日報がインターネット上に公開されている画像から、中国遼寧省大村寺にある造船所において、中国海軍として4隻目となる航空母艦の建造が始まった可能性があると報じたよ。東方日報が報じたところによると、画像からは建造が開始された艦隊の水船幅が40メートルはあると見られるとされ、これは現在偽装工事や試験航海が実施中で2025年までには収益すると言われている003型空母復権に匹敵するかそれ以上の大きさであり、この004型空母が中国初の原子力空母となる可能性があるとの見方を示したな。今回はそんな中国が4隻目の航空母艦の建造を開始した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この004型空母の建造については2024年3月に開催されていた中国全国人民代表大会において、海軍の代表を務めていた袁春聡海軍政治委員が香港メディアなどに対して、すでに建造中であることを認めた上で技術面では空母建造は順調に進んでいると付け加えたよ。この発表は、中国全国人民代表大会の中で中国が戦闘準備を強化及び防衛研究開発を進めるために、軍事予算を 7.2% 増額したことが発表された後に明らかにされたもので、コメントした袁春志氏は開発は順調に進んでおり、開発に関する技術的なボトルネックなどが発生しているということは全く聞いていないと述べ、記者からの建造が開始された004型空母が原子炉を搭載する原子力空母となるかどうかとの質問に対し、それについては間もなく発表されると述べるにとどめたが、004型空母が中国初の原子力空母になる可能性を含ませたんだ。中国海軍はこれまでに001型空母遼寧、002型空母山東、003型空母福建の3隻の大型正規空母を収益させたね。中国における空母建造計画は2004年8月に立案され、それは2030年までに5隻の正規空母を保有するというもので、最終的には2049年までに10隻の空母を保有してアメリカ海軍と肩を並べるというよ。中国海軍における空母第1号となる遼寧は、旧ソ連海軍が建造途中だったアドミラル・クズネツォフ級空母バリアーグを入手して改修したもので、1991年のソ連崩壊後は建造されていた黒海のセバストポリ軍港を手に入れたウクライナが所有するところとなっていたが、ソ連崩壊による独立の混乱や経済の困窮などによって完成させるために必要な予算の目処が立たず、スクラップ状態で放置されていて解体寸前だったな。アメリカ海軍に対抗するために空母の保有を検討していた中国がそれに目をつけ、バリアーグを海上カジノにするという名目で中国系企業にウクライナから買い取らせ、中国本土へ開港させた後は大連港に係留し、その間に中国海軍は船体構造を綿密に調べながら改修を行い、空母建造のノウハウを習得しながら2012年9月に空母として収益させたってわけだ。リアーグはこうして001型空母遼寧と名付けられ、基準排水量5万3000トン全長305メートル最大幅72メートルの、アメリカ海軍の原子力空母に次ぐ大きさの空母となり、艦首に発艦装置としてスキージャンプ台を持ち、艦尾に複数貼られた着艦用のアレスキングワイヤーにフックを引っ掛けて制動する。ストーバーショートテイクオフバットアレスケドリカバリーストーバー方式によって最大24機の固定翼艦載機を運用する空母となったぜ。そして、中国は次に遼寧で得た空母建艦のノウハウを活かしてコピーとも言うべき、中国初の国産空母として2019年12月に山東を建造して収益させたよ。山東は遼寧と同じくスキージャンプ台を持つストーバー方式の空母として運用され、艦隊は遼寧よりやや大きい基準排水量5万5000トン、全長315メートル、最大幅 75.5 メートルとなり、搭載機数も36機に増え、アメリカの原子力空母と比べれば戦力的に劣るものの2隻の正規空母を保有することになったね。この2隻の運用実績をもとにして、中国はさらに3隻目の空母建造に着手し、2022年6月17日に3型空母復権を進水させたんだ。
艦は中国海軍の空母としては3隻目であるが、建造を最初から国内で実施された空母としては2隻目であり、コピーではなく独自に設計された空母としては初めての純国産空母だぜ。艦隊規模は推定で基準排水量7万8000トン満載排水量 80.000 トン以上とされ、全長320メートル最大幅40メートル飛行甲板最大幅76メートルの艦隊に搭載機数は40機以上になるとされ、遼寧や山東よりも一回り大きいだけでなく艦載機数も遼寧山東より格段に多く搭載可能となり、アメリカ海軍の原子力空母に次ぐ強力な戦力を持つ攻撃型空母になるものと見られているな。さらに福建には遼寧山東との大きな違いがあり、それはアメリカ海軍の原子力空母やフランス海軍の空母シャルル・ド・ゴールと同じく、カタパルトによって航空機を射出発艦させ、着艦には飛行甲板上のアレスティングギアに機体のアレスティングフックを引っ掛けて着艦制動する。キャトーバーカタパルトアシステドテイクオフバットアレスティドリカバリーキャトーバー方式の空母として誕生したことだぜ。しかも福建の飛行甲板上に3本搭載されたカタパルトは、ニミッツ級原子力空母やシャルル・ド・ゴールで採用されていて運用実績のある蒸気式カタパルトではなく、アメリカ海軍の最新型原子力空母であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母に世界で初めて搭載された、電磁式カタパルトであるとの中国側の発表に世界が驚かされたね。リニアモーターの原理によって航空機を射出する電磁式カタパルトは、これまでの蒸気カタパルトと比べて航空機の機体に合わせた射出速度の微調整が可能であったり、エネルギー効率が良かったりなどの利点が多く、アメリカのみならず、イギリス、ロシア、インドなどの空母保有国でも開発が進められているが、その運用には膨大な電力を必要とするためこれまでに実用化に成功したのは膨大な発電量を誇るアメリカの、原子力空母ジェラルド・アール・フォード級原子力空母の1番艦ジェラルド・アール・フォードと2番艦ジョン・F・ケネディに搭載されているだけなんだ。西側諸国のメディアや軍事専門家の多くは通常動力型空母の福建では、3本の電磁式カタパルトを運用するだけの電力を確保できないとの見方を示す中、中国側はその声を打ち消すかのように、陸上基地での射出テストを経て電磁式カタパルトの実用化に成功したとして、福建に搭載したカタパルトから艦載機を発艦させることにも成功したとしているのであるが、それを裏付ける証拠となる動画や画像はこれまでに公表されておらず、成功したかどうかについては懐疑的な見方が広がっているらしい。インターネットや SNS では福建は次の原子力空母建造に向けた電磁式カタパルト運用のための試験艦なのではないかとする見方もあり、電磁式カタパルトによる発艦に成功したものの電力不足によって連続発射ができない可能性が高く、それでも日本などへの威嚇と抑止には十分効果があるとする声があり、中国の SNS 上で福建のカタパルトに当たる位置から何かを発射している様子が捉えられた動画が公開されるなど、何らかの形で試験が進められていることは間違いがなく、今後中国から福建のカタパルトに関する情報に注目が集まっているぜ。また、中国はすでに原子力潜水艦を自国で建造できる技術を保有していることから、水上艦艇用の小型原子炉の開発に問題はないと見られ、建造が開始したと伝えられる004型空母が中国初の原子力空母となる可能性は高いらしい。いずれにしても、004型空母が福建の姉妹艦となる通常動力型空母なのか、あるいは中国海軍初の原子力空母となるのか、それにより東シナ海及び南シナ海のみならず西太平洋におけるアメリカ日本を犯すと、中国との海軍戦力バランスが大きく変わることは間違いなく、日本の対中国戦略にも大きな影響を与えるとされているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ファーンボロー国際航空ショーが2024年7月22日から26日の期間で開催されたね。このショーの席上、イギリスの BAE システムズが次期戦闘機の実物大のコンセプトモデルを発表し、そのデザインが画期的という情報が入ってきたな。今回は、
そんな F3 戦闘機開発が実物大をモックアップで開発加速について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イングランド南部のハンプシャー州、ファーンボロー空港で2年に一度偶数都市の7月開催されているファーンボロー国際航空ショー。今年は7月22日から26日まで開催されているんだけど、次期戦闘機の参加国共同開発に参画しているイギリスの BAE システムズが自社ブースに次期戦闘機の新しいコンセプトモデルを展示しているみたい。航空自衛隊は戦闘機について3機種を運用する方針で、現在はアメリカのロッキード・マーティンが製造している第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング 2AB と、マクドネル・ダグラス製の第 4.5 世代戦闘機 F-15JDJ、三菱重工業製の第4世代 F-2 戦闘機を運用しているけど、F-2 戦闘機は2035年から退役開始予定のため、その後継機種を次期戦闘機として国内企業による開発製造を目指して同年から収益させる計画を立てていたみたい。ちなみに、F-15J はパイロットが1人の短座型、F-15DJ は2人乗りの複座型で、35の A タイプは通常離着陸型だが B タイプは垂直短距離離着陸機型 STOVL で、現在海事が軽空母改修を進めている出雲型護衛艦の改修完了後に艦載機として運用される予定だぜ。この次期戦闘機に関する技術研究が実際に動き出したのは2010年8月に防衛省が、将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表して以来で、この中では将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターを提唱しているわけだ。この I-3 ファイターのコンセプトとされたのは、20年後の2030年頃までに実現させるものとしてクラウドシューティング次世代ハイパワーレーダー敵を凌駕するステルス性能、次世代ハイパワースリムエンジン電子戦に強いフライバイライトなどであり、30から40年後の2040年2050年頃に実現させるものとしては将来アセットとのクラウドライトスピードウェポンが示され、これらの開発のため技術研究が進められたな。また、この時点では後継機種については開発コストがかかりすぎるため、海外からの導入を検討すべきという意見もあったよ。さらに契約金額が数兆円単位になるので海外からの注目度も高く、2018年7月時点、ロッキード・マーティンが第5世代ステルス戦闘機で世界最強の制空戦闘機と呼ばれている F-22 ラプターに、F-35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案したんだ。他にもボーイングは F-15 をベースとして F-15JDJ よりもさらに性能を向上した機体、イギリスの BAE システムズはユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案するなど売り込みは激しく、中でも特にロッキード・マーティンの案が本命ではないかという推測が大勢だったみたい。2018年12月18日、第4次安倍内閣の閣議で新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が決定され、中期防において将来の戦闘機については、F2 戦闘機の退役時期までに将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得するとされ、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記されたよ。国際協力も視野に入れながら日本主導での戦闘機開発に着手すると決定。海外の既存機を導入しても国内防衛産業の技術蓄積というメリットはなく、価格ダウンが期待できないから、次期戦闘機に関しては国内企業主導による開発を進めるという方針を示したわけだね。2020年10月、当時の岸防衛大臣は三菱重工業を開発主体に選定、正式に契約を結んだことを発表。その他三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が参画して次期戦闘機開発が本格的にスタートしたよ。とはいうものの、日本はこれまで戦闘機を独自に開発した経験はなく、国産戦闘機とされて平成のゼロ戦とまで呼ばれていた F2 戦闘機でさえ、ロッキード・マーティンの F-16 ファイティング・ファルコンの派生型に過ぎないと酷評されているほどで、高性能な次世代戦闘機の開発には海外企業による協力は必要不可欠だったわけだ。
海外の協力企業は2020年末までに選定するとされ、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に絞り込まれ、2020年12月、防衛省が支援海外企業としてロッキード・マーティンを選定する方向性で調整に入ったと明らかになったぜ。しかし、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアはグローバル戦闘航空プログラム GCAP というプロジェクトの立ち上げを発表。日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア、スウェーデンも参画の間で進行中だった。次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、第6世代戦闘機を共同開発してそれぞれに配備すると発表したな。2023年12月14日、東京で日本、イギリス、イタリア3カ国防衛省会合が開催され、その席上、木原防衛大臣はイギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイード・クロセット国防大臣と共にグローバル戦闘機プログラム GCAP の管理目的の国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO を設立するための条約として GCAP の設立に関する条約に署名して条約が締結され、こうして次期戦闘機の3カ国共同開発が動き出したね。今回のファーンボロー国際航空ショーで BAE システムズが公開したフルスケールのコンセプトモデルは、これまで三菱重工業や BAE システムズが発表していたコンセプトモデルと比べると主翼が大きく変化したようで、三角形のデルタ翼になったので幅が広がったんだ。この理由については海外メディアが推理していて、戦闘機同士の空中戦ドッグファイトが将来的には起こらなくなるとして、次期戦闘機は空中戦で重視される機動性より、翼内の燃料タンクを大型化させて航続距離を稼ぐように方針を転換したのではないか。また空気抵抗をより低減するデザインにして、主翼の広がりで揚力が増すことでミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかということみたい。次期戦闘機は日本にとっては F2 戦闘機の後継であり、イギリスにとってはユーロファイタータイフーンの後継となるな。どちらも空中戦能力のみならず対地攻撃能力が重視されているため、ペイロードの増加は重要ポイントだぜ。BAE システムズでは、2024年7月、ファーンボロー国際航空ショーの前に東京で開催された説明会で、設計最中であり、コンセプトモデルが最終的な形状ではないが、現在考えている要素をある程度反映した形になっていると述べているので、翼の後ろ部分をデルタ翼にした変更したことも設計の進展を反映したものとみられ、フルスケール模型公開によって、今後の GCAP の機体の姿が垣間見られたという声も上がっているらしい。しかし、7月4日に実施されたイギリス議会の下院総選挙では政権与党の保守党が大敗して労働党政権に変わることになり、ということは国防政策が見直される可能性もあり、開発費が見通せないという GCAP からイギリスが離脱するのではないかと見られたんだ。しかし、ファーンボロー国際航空省に姿を見せた労働党のスターマー新首相は、GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べ、開発の重要性を強調したようで、この事実を見る限り、新政権でも GCAP は継続されるという見方が広がっているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において日本、アメリカ、イギリスの3家国の艦艇航空機による共同訓練が実施されたよ。この日米英による共同訓練は今回で2度目の開催であり、前回つまり初回の実施は2018年12月で同じく海域となる太平洋上で行われたぜ。今回はそんな日米英合同訓練について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日米英といえばくしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だね。2018年12月の共同訓練には海上自衛隊からは護衛艦出雲が参加し、
イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルと共にアメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行ったよ。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には、海上自衛隊から護衛艦ムラサメと潜水艦、イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加したみたい。第2回目の方が小規模な実施となったが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられているな。航空機は海上自衛隊が P-1 哨戒機、アメリカ海軍が P-8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だぜ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれてそれぞれに対潜哨戒機水上艦艇と連携したことも考えられるらしい。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもあるな。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろうね。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーンエリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢が伺るよ。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだな。いわゆるセトリと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っているぜ。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し洋上の監視任務に当たっている状況だね。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されているぜ。こうしてみると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだな。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できるよ。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機、F-35 シリーズの配備だと思われるね。海上自衛隊は護衛艦出雲加賀を改修し F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているんだけど、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスも同様なんだ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーンエリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるんじゃないかな。ただし発艦用にスキージャンプ方式を採用したクイーンエリザベスより、出雲加賀にとってはアメリカの強襲揚陸艦での運用の方がより近いと言えるかもしれないな。F-35B ステルス戦闘機については、その短距離離陸垂直着艦という特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包しているぜ。しかし同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想敵たる中国海軍の索敵網を超える作戦行動が可能だと目され、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だと言えるな。遼寧をベースに今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている中国海軍に対し、F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろうね。一方、アメリカ海軍の原子力航空母艦は現在の主力の F-18 戦闘機に変えて、F-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だぜ。これも全ての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるんだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。